よきかな。ガチャピさん、お飲み物の準備ができました。ほほほ、もらおうかな。風邪の具合はいかがでしょうか。暑くないですか。寒くないですか。少し暑いかな。かしこまりました。いかがでしょうか。よかな。ありがたきお言葉。ほっほっほー。夜は快適じゃ。肩が凝っているかもしれん。ガチャピン様、すぐにマッサージをさせていただきます。いかがでしょうか。ほっほっほー、よきかな、よきかな。ガチャガチャピンピン、ガチャピンチャンネル。ですぞ。ガチャピン、おはよう。あれ、なに、今日機嫌悪い感じ。スタッフさん、正座。挨拶もなく早く正座をしてください。僕は怒っています。わかった。そちらのスタッフさんも正座。僕も正座。わかったよ。それでスタッフさん、どうして正座をさせられたかわかりますか。いや、なんでだ。わかんないな。最近冷蔵庫から物がなくなりました。ほう、それでスタッフさんが食べたんでしょ。そんなわけないでしょ。僕らじゃないよ、きっとムックの仕業だよ。そうやって食べ物絡みですぐにムックを疑わない。そのせいで僕とムックは喧嘩をしているんだから。疑ったんだ。だから、なんで僕らなの？なんで疑うの？このスタジオに出入りしているのは僕とムックとスタッフさんぐらいでしょ。ってことはガチャピン、自分で食べて人に怒るわけないでしょ。まあそっか。じゃあそもそもさ、冷蔵庫から何の食べ物がなくなったの？プリン。プリン、あれ、確かまだあったような気がするけどな。それはスタッフさんの分じゃない。あ、え、もしかしてこの前食べたかも。え、もしかしてガチャピンの分も食べちゃったかな。あー、やっぱりそうじゃん。ひどいよ、ちゃんとお名前書いてたのに。あ、名前書いてたの。そうだよ、当たり前ですよ。いやー、これはね、僕らが悪いわ。ごめん、間違えて食べちゃってごめん。これはもう謝ってもらうしかないね。今謝ったのに。もっとちゃんと、もっとちゃんと謝ってほしい。僕だけじゃなくて僕も疑ったし。いや、自分だって疑ってたじゃん。何か言った。いえ、何も。とにかく僕に伝わるように全力で謝罪をしてください。とってもとっても敬ってください。それはあの、どうしたらいいの。そうだな。あ、僕のことをお殿様だと思って。唐突だな。スタッフさん全員で僕をおもてなししてください。連帯責任だよ。はい、じゃあみんな呼んできます。はい。ガチャピンチャンネル。よきかな、よきかな。ガチャピン様、お飲み物の準備ができました。ほほー、もらおうかな。風邪の具合はいかがでしょうか。暑くないですか。寒くないですか。少し暑いかな。かしこまりました。いかがでしょうか。よきかな。ありがたきお言葉。ほっほっほー。夜は快適じゃ。肩が凝っているかもしれん。ガチャピン様、すぐにマッサージをさせていただきます。
いかがでしょうか。もうよきかな、よきかな。あ、ほれほれ、そこのスタッフさん、足を揉んでおくれ。あ、かしこまりました。おみ足失礼いたします。いかがでしょうか。ちょっと弱い、もっと強く。かしこまりました。こちらの足もよろしく頼むぞ。かしこまりました。ガチャピ様、いかがでしょうか。マッサージはもう結構。はっ、皆さん、ちょっと私の前に集まりなさい。かしこまりました。かしこまりました。はい、ガチャピンチャンネル、みんなに問う。この中で一番偉いのはガチャピン様です。プリンを食べたのは僕らです。じゃあ悪いのは僕らです。うわ、よきかな、よきかな。お疲れ様です。え、みんな何やってるの。おお、もう一人スタッフさんがいらした。今度は何をしてもらおうかな。ガチャピン、お台場のうちにプリンを忘れてったでしょ。え、いや、プリンの底に名前が書いてあるからさ。はっ、そういえば誰にも食べられないように持って帰ったんだった。あれ、ガチャピン、なんか言うことない。まあ、こういうこともあるよね。いくじゃーん。チャカチャカチャンケンポン。